今日は、約今から2.5億年前、地球上に起きた3つの大きな事件があります。その結果、地球から生物が大量絶滅したという事実がございまして、こういう研究をしておられる東京大学の磯崎幸雄先生の本を読みましたら、非常にわかりやすく書かれておりましたので、 今日は先生の考えていることの一端をこの場でご紹介させていただきたいと思います。この2.5億年ぐらい前にはですね、この巨大な超大陸バンゲア、これ約3億年前にできたんですが、それがこの2.5億年ぐらい前からですね、分裂がし始まったということが一つですね。そして現在の バラバラな大陸配置になっていた元がこの2.5億年前であったと。二つ目は、その火山爆発によりですね、えー、粉塵が成層圏をスクリーンを作って、え、太陽光を遮断をすると。そのため、えー、寒冷化が進んだり、光合成が停止されたりし、酸欠状態が 続いてきたと。それから三つ目はですね、そういう諸々の条件が重なり、史上最大限の生命の大量絶滅が行われたと。ということが、この三つの事件がですね、同時に起きたと。で、これらの三つの事件が同時に起きた因果関係を見つけることが、まあ、あ 大事であろうということで、えー、小崎先生はあ、日々研究をなされているそうです。それで、この地球の歴史においては、皆さんご存知のように、地球というのは中心に核があって、まあ、鉄がドロドロに、まあ、燃えていると。その核の上にですね、株マントルっていう、これも、岩石はじめですね、えー、ドロドロになって、 地球から、地球の表面から約2900キロ、もうカブマントルがあり、そのカブマントルの上に上部マントルがあると。そして、その上に核というものがあって、まあ、プレートですね。地球上は約この16のプレートでできていると。ですから、この プレートが動くことによって大陸が動いたりそのプレートの下にあるカ部マントル上部マントルによる爆発によって火山爆発がそれが地上へ出てきてというような地球の活動は地球は生きておりますからそういう活動を続けているということですね。そそしてののような地球活動の中で、 かって、5度の生命大量絶滅の歴史があって、この2.5億年前が3度目の大量絶滅で、まあ地球上で今最大の大量絶滅であったと。それで、この、この時期に、山幼虫とか、まあ古代型のサンゴとか、海百合とか、 ユケムシなど、それからプランクトン類など、この時一斉に絶滅をしていると。陸上でも植物や昆虫類が絶滅し、海に暮らしていた無脊椎動物に至ってはなんと90%が絶滅したと。で、この規模の絶滅というのは、地球の歴史においても特別なものであった。そこで、 ただ、先生はこう言っているんです、この事件とかあるとですね、生物が大量絶滅するけれど、この大量絶滅がまた新しい命を生み出すんだと、ということを申しております。大量絶滅は、既存の生物の消滅と同時に、進化の次の段階を示すアクセルの役割を持っていると。 例えば、もし恐竜がいまだに地球上にいたらですね、果たして我々人間たちが活躍することができたであろうかと。あの恐竜がいなくなったおかげで、新しい生命が、哺乳類が出てきて、まあ我々がいるのではなかろうかと。いうことで、 地球では過去にも大量絶滅が5回も起きていると。で、もしもそう起きていなかったら、私たちが今この姿で地球上にいないのではないかと。そして生物が地球上に住む限り、このような事件というのは地球では起きるんだということを先生はもう言っております。ですので、まあ、 我々生きている間に平和にきれいな空気を吸って活動ができるこういう日々を感謝する必要があるような気がいたしました。